ドコモ Making Sense。 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。2日間経ってますね。はい、もうクタクタですよ。初めて聞く方のためにですね、言いますと、はい、私が三谷さんにクイズを出したんですね、はい、そのクイズというのが、韓国ではオンドルっつって床暖房が昔からね、うん、当たり前のようにしてあったんですけれども、うん、それはどういうふうにして温めていたのか、うん、どういう知恵をね昔の人が使っていたのかっていうのが問題だったんですけども、うんうんうん、それに分からなかったら立ってろと、うん、でその今日が回答の日です。分かった。もうでももう立ってたんだなんかやっぱなんだと思う。でもあの昼間の暖かい空気うんうんじゃないですか、はい、を溜めとくんですよ冬の日も。ああそうか、 冬なんだ。で夏、あ夏の日、夏のすごいじゃん、うん、暖かい空気をずっとこれは難しい。どうやって溜めとくか、そこにさらに何か火を焚かなきゃいけなかったりするもんな。そうなんですよ。え、わかんない。なんですか。あのなんで日本に来なかったのか不思議なくらいなんですけども、うん、まずキッチンを作るときに、うん、低く作るんだって、うん、これで湯気とかが立ち上るのを煙突風にして床にはべらすんだって、うん、だから下には煙突が通ってるわけで、うん、あのお湯とか電熱とか、うん、あの人工的な温度で温めてるわけじゃなくて、うんうん、キッチンそんなに使ってるんですか、ずっと。そういえばでもちょっとした火を使った時の温度ってまあ暑いわけじゃないですか、夏くらいに、うんうん、それを横に流すだけでかなり違うんじゃないですか。で温度は上に行こうとするし、うん、で部屋はちょっと暖かくなるじゃない。それ本当ですか騙されたのかなすごいなこのクイズ番組ご飯食べてる時ぐらいじゃないですか、その暖かさが持続するのって。うん、そうかもしんないね。そんなもんな。それかあのお湯をため作っておくとか、ちょっとした金持ちになったら、うんうん、じゃあ当たってるじゃないですか最初。そうなんですよじゃあなんでこの3日間向かってたのか。当たってたら本気で言ってんのそうなんだ、不思議ですね、うん、勉強になりましたね。私今度その人に聞いてみたいのは、あの、うん、お月様が出るじゃないですか、うん、でやはり今日は大きいっていう時と、うん、いつものサイズの時とあるじゃん、うん、あれ知ってるの。いや知らない。その方は何ですか、物知り博士なの。物知り何でも知ってる人。あの生活のことはすごくよく知ってる人ですね、うんうん、へ、うん、そうですね。月もなんでね大きさが違うか、うん、確かに子供の頃思いましたね。今は思わないってことはそれだけ、うん、あなたは自分の疑問に対して鈍感になってるってことなんですよ。もっと考えなきゃいけないことがいっぱいあるってことを知ったんです。いつもなぜ、なぜ、これが大切、うん、はい、わかりましたなんでって聞くかと思ったんですけどね衰えたり。それはなんでなの。月、うん、まだ聞いてないんですよ。あれじゃないですか、なんかその空気が研ぎ澄まされてるかどうかなんじゃないのあ、研ぎ澄まされてると、じゃあ大きいのが普通のサイズってこと。そんなに差はないと思うよ。気のせいですよ、うんうん、多分変わってないんだよ。気のせい気のせいだよ。なんですごいね、斬新ですねそれ。そんなにでけえっていうことないじゃないですか。あるよ。何気持ち悪って時あるんじゃん、たまに。そんなでかい時ある、うん、それは地球と月の距離が縮まってるってこと。言ってないよ。なんでだっていう話をしてる。気のせいだって言ってるじゃないですか。気のせいなのかそれすごいな、うん、なんか空気が研ぎ澄まされてると冬でしょ、うん、冬だから。それが気のせいってことは遠いちっちゃいやつが正解ってことね。あのぐらいの距離だよってこと。あのもんですよ月なんて。あれって昼間も出てること知ってた。月、うん、知ってましたよ。月は昼間なくなってるわけじゃないんですよ、うん、ずっと空に輝いてるんですから。輝いてるって言ってもね、月はでも月自体が発光してるわけじゃないからね。そうなんですってね。太陽の光を受けて、うん、そうですよ。全然関係ない話していいですか。これもちょっとあの謎だったんですけど、うんうん、自分の田舎にロケに行ってきたんですよね、はい、でそしたらその自分の田舎じゃないや、田舎から30分ほどした下呂温泉の町をロケするっていう番組だったんですよ、うんうん、そしたら、この辺はあのカエルがすごく多いので、うん、あ、下呂にカエルとかなんかそういうシャレも含めて、うん、こちらカエル神社です、うんうん、でこっち行ったらあのサルボボっていう人形がヒットしたのでサルボボ神社ですとかあって、うん、まあお賽銭とかあるんだけど、うん、神社ってさどこまで勝手に作っていいのかな。なんかちょっと心痛いものを感じてしまったんですけど、ちょっとしたの商店にもここにも一つ神社、ここにも神社結構そうか、あれ神社って勝手に作っていいものなのかな。でもそこにこう何かこうダメとは書いてないよねきっと法律で。うん、神様にこう何かこう儀式的なものを
しとけばいいのかな。そうだね、私の土地なんだから自由じゃないって言われたらそんな感じするんだね、うんうん、作りますか、ね、立てつく神社ですか絶対喧嘩に勝ちたいなら立てつく神社そうだよね、確かに神社って新しいよね、うんうん、リヤカーってさ、うん、新しく製造してるのかな。なんで最近見ないから。古いリヤカー見たことあるけど新品のリヤカー子供の時から見たことないんですよね。ああ本当だ、滑車が4つついてる、うん、デパートなんかでよく見るやつありますけどね。押すタイプは引くのがないね。あのそうですね、こう自分の目の前にあぜ道とかであるようなね。あぜ道田舎の木でできたやつリヤカー。あリヤカーね、うんうん、そう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 見なくなりましたね、うん、なんでかっていうと、うん、いらないからかな。あのなんていうの、うん、引っ越し車があるし、うん、昔はだからでっかいものをタンスとかを運ぶ。まあそうだよね、夜逃げって言うとリヤカーだったもんね。夜逃げってあんたいつの時代のこと言ってるなんかもうバレバレなんだけどリヤカーの後でやっぱ夜逃げってのはトラックある時代じゃない、さっといなくなるわけでしょ多分。いやそんなトラックを用意できるようなあのお金持ってたら夜逃げしないもんきっとその逆本ごめんなさい、また間違ってると思いますね。何ですか。プレビューの時に多分私手を挙げますね。あのレイリアカーの夜逃げのシーンなんですけどリアカーおかしいって今だけおかしいと思いますよ、まあ、イメージはねあのリアカーですけども。でもさ夜逃げするってことは相当切羽詰まってるわけだから、うんうん、荷物家財道具なんかやっぱ捨ててくんだよね本当はね。本当そうなのかな、うん、そうでしょう、うん、ものすごくドケチならわけわかんないね全部持ってくんだお父さんに言えばねそういうとこだよ